ちゃんと聞こえてるよ。山で遭難したわけじゃないんだからさ、んな無駄に大声出さなくても。しょうがねえだろ、こんなことしかやることがねえんだからさ。昼寝するにも眠くもねえし、証拠から引っ張ってきたんだよ。ああ暇も大暇、やることなくて体が治っていけねえ。仕事もなければ金もね、ないないづくしじゃやる気も出ねえよ。ああ、ついてくったよ。どこに。今から用事があったんだ。そういうわけだから掃除はお前らで頼むわ。急用が入ったんだよ、急用が。男は三月も会わなければ別人のように成長を遂げるって言うだろう。俺も日々進歩を遂げてるんだよ。まあ待て、ああこいつは重要な仕事なんだから。お前にも関係あることだぞ。忘れてんのか、昨日の晩の一件。まさか俺も本物の泥棒に出くわすとは思わなかったけどな。おかげで F でまで返しそびれちまうし、まあ、返した後にどうなろうが知ったこっちゃねえけど、だーにも気なくせえ連中だったからな。じっとばかり探りを入れようかと思ってたわけさ。まあそういうこったから掃除の方はお前らでよろしく頼むわ。え、いや、それはお前邪魔になるっつうか。いや、だからなんていうか危ない。あ、そう、危ねえ仕事なんだよ。そんな仕事をお前にやらせられるわけねえだろう。もちろん新八や神楽にも。それに何かあった時、俺一人の方が身動き取りやすいんだよ。お前を守りながらじゃ何かと動けねえからな。ああ、任せとけ任せとけ。逃げたね。ああ、逃げた。いや、あの人はそういう人なんだよ。掃除が面倒くさくなったんでさっさと本ずらしたんだ。あの野郎、私たちだけに掃除任せて遊びに行きやがったな、畜生。たく使えねえやつだな。お使いも満足にできねえのか。まあ、あんたにあの男に言うことを聞かすなんてできないとは思ったけどさ。しょうがねえな。アホの坂田が抜けた分きっちり働いてもらうか。ほら、まずは私のタバコ買ってきな。それが終わったら、うっ、てめえも一緒に働くんだよ。
なんだ、あんた随分とあの男に肩入れしてるじゃないか。一体いくらつかまされたんだい。あんなの信じるだけバカを見るね。きっと今頃プラプラ遊び歩いてるに違いないやろ。なんだい、文句でも言いたそうな顔だね。そんなに信じてるってんな。どうだい、後をつけてみちゃ。あいつが何考えてんのかわかるかもしんないしさ。ま、どうせどうしようもない男ではあるんだけどね。他の連中がどう言おうが、あんたがそれを決めりゃいいさ。あ、だったら僕もついていきますよ。ソラ君一人じゃ尾行も大変だろうし。そうは、銀ちゃんとソラチだけ逃げよった、そうはいかないね。私も行くある。あんたら二人は残って掃除だよ。あんたらまでついてったら手伝いになんないじゃないか。でも僕らもよろず屋の仲間だし。そうある、仲間が疑われてるってのに捕捉なんてできないある。何言ってんだ、一番疑ったのはあんたたちじゃないかい。ほらほら、手止めてないでとっとと動かしな。